大河内秋政は、室町時代前期の武将、伊勢国史北畑家の第四代当主、北畑三政の弟、子に赤松京皇室。欧永19年8月、三政は、幕府が明徳の和役に反し、北朝から南朝に皇統が譲られないことを不服とし、幕府に条件履行を迫って伊勢で挙兵。 幕府方の城や北畑一族で足利方についた木造り利安の坂内城を攻め落とした。そして北畑正都を木造城に実邸の県宮城を大川地城に入れた。これにより県宮城は北畑市所流大河内市の祖となった。県宮城は兄、三政をよく助け活躍したが、省庁元年12月に三政が討ち死にすると、その子、 京具は、まだ七歳であったため、あらは宮尾が職務を代行し、三堀万歳と赤松光介助を介して六大将軍、足利義則と和睦した。この時、丘陵の一支軍、飯ータ軍が北畠家に返還され、代わりに南朝皇族、小倉宮神能が帰京させられている。影響を2年4月、義則に廃越し、さらに、 永京三年二月十二日と三月の二回の、吉典による伊勢神宮参拝には、満歳と共に将軍に奉仕している。永京十二年、幕府は伊勢守護の時も地雷を中殺、一式教親を伊勢守護とし、伊勢の国政は伊勢国士に任せて分量を定めさせている。柿津元年、十三味非三義に助任され引退し、教具が伊勢国士となった。 同年、吉則が三月に撃たれた後、その子、京子が伊勢に逃れてくると、これを小み自害に追い込んだ。ありがとうございます。